アキャンプスイナーリバー福島県のみんなリバー福島県のみんなリバー原発いらない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 原発止めろ原発止めろ今すぐ止めろ今すぐ止めろ国が東電にその措置を安全対策を取れというふうにして取ったとしてもこの事故は多分発生を予防できなかっただろうと言ってる。こんなもの誰作ったんだよ。その通りだったらそういった危険なものはこの地球上からなくすしかないんだ。そうだ。なくせ。戦いは続きます。続けますよ。これは次世代のためです。最後までこの福島がきれいになるまで次の世代が安心して暮らせるようになるまで戦い続けようではありませんか。続きまして、国会から参議院議員の岩渕智さんにもご参加いただいております。ご挨拶をお願いしたいと思います。はい、パチ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 皆さんこんにちは。今日は福島県内からしかも朝早くから100人以上を超える皆さんが参加をされているということで大変お疲れ様でございます。紹介をいただきました日本共産党参議院議員の岩渕智でございます。東日本大震災そして東京電力福島第一原発の事故から8年9ヶ月が経ちました。損害賠償の値切りそして打ち切りを進め原発を進める国と東京電力に対して抗議の声怒りの声をご一緒に上げてまいりましょう。よしよし。今国会では安倍首相の桜を見る会の問題をめぐって野党が一致結束をしてもう徹底的に追及をする絶対に逃がさないこの決意で取り組んでいます。政治を私物化し税金を私物化し嘘ごまかし隠蔽などこれは原発事故をめぐる問題でも同じなのではないでしょうか。こんな安倍政権に政権を担う資格はありません。そして安倍政権の下で行われているエネルギー政策これもとても政権を担う資格があるとは言えないものとなっています。先日 COP25 行われておりましたけれども日本は石炭火力発電所を新設をしそして CO2 出さないからといって原発進めるんだって言ってるわけですよね。とんでもないぞ。本当にとんでもないことです。石炭火力発電所を建設することも原発を推進することも世界の流れとは逆行するものだと言わなくてはなりません。どうだ。こんな政権は一刻も早く終わりにさせていこうではありませんか。先日福島県内の農業関係の方が要請に来られました。その中のお一人の方が後で私に声をかけてくださったんですけれどもこの方伊達にお住まいの方で私がこの春に参議院の予算委員会の中でADR の問題を取り上げたんですね。でなんで東京電力は和解案を拒否するのかで東京電力は一体どんな東京電力に対して国は一体どんな指導をしているのかと指
ということで、そう、指導してないんですよ。だからね、この問題厳しく迫ったわけですよね。その通り。で、その質問を見てくださっていて、あの ADR のこと取り上げてくれて本当に嬉しかったって言うんですよね。だけどいろいろお話を聞いてたら、自分のお子さんやお孫さんも避難をして、もう今避難先で新しい生活を始めていると。で、地域には子どもがいなくなって、学校が統廃合になっていると。で、高齢化がどんどん進んでるっていうことで、もう原発事故さえなければこんなことなかったっていう、その怒りを訴えられたんですよね。で、この福島の怒りを安倍首相も東京電力も本当に分かってるのかと言いたいんです。東海第二原発の再稼働のために、日本原電に東京電力は資金の支援を決定して、柏崎刈羽原発再稼働しようとする、そして東通り原発の建設も進めてるわけですよね。もう原発はやめて再生可能エネルギーへと切り替えていく、こうしたことに舵を切る時なのではないでしょうか。国と東京電力加害者です。この加害者が被害者の生活となりわいを再建させるために最後まで責任果たせと声を上げ続けて実現をさせていく。そのために私も皆さんと力を合わせて最後までとことん頑張り抜く、その決意を申し上げて連帯のご挨拶とさせていただきます。桜を見る会やめるって、代わりに福島を見る会やれ。被害の現実を見れ。渋谷